前バンタム級士団体統一王者の井上尚弥、大橋が WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者のスティーブン・フルトン、米、に挑む世界タイトルマッチが7月25日、有明アリーナで行われる。井上の有利が伝えられる中、階級アップ初戦のモンスターに資格はないのだろうか。元3階級制覇王者の長谷川穂積さんに注目の一戦を展望してもらった。前2回の2回目、前編へ、衝撃写真、バッキバキに仕上がった井上尚弥のスーパーバンタム仕様ボディがエグすぎる、フルトンとの超至近距離の視察戦など前日計量のやばい雰囲気を写真で見る。ジャブの差し合いがフルトン戦のポイントに、階級アップはバンタム級で減量が限界に近づいていた井上に有利に働く。そう考える長谷川さんは、フルトンのスタイルにも注目する。フルトンは大きく分けると井上選手と同じようなタイプだと思います。ジャブが上手くてしっかりした技術を持っている。足も使えるし、近い距離でもそこそこ戦える。では、似た者同士の戦いで、どうやって差がついていくかというと、キャリア、パワー、引き出しの多さ、攻撃面で言うとジャブの的中率が挙げられます。こうした要素が効いてきて、ちょっとずつ差がついていくと思います。話が少し横道にそれるが、長谷川さんがフルトンと対局の選手として挙げたのが、フルトンとのスーパーバンタム級に団体統一戦に敗れたブランドン・フィゲロア、米、だ。体が大きく、スイッチしながら体で押してくるファイターで、ああいうフィジカルでガンガン来るタイプと井上選手がやったら面白い、と長谷川さんは語った。フィゲロアはフルトン戦後に階級を上げ、現在は WBC フェザー級暫定王座についている。話を戻そう。ジャブの的中率で差がついていくということは、フルトンが序盤のジャブの差し合いで上回れば、モンスター相手に有利に立てることを意味する。この試合の見どころは、1、2、3ラウンドのジャブの差し合いだと思います。ジャブの名手である井上選手が差し負けるとは思わないですけど、フルトンもジャブがうまい。ジャブの差し合いのタイミング、スピードで仮に井上選手が負けるようだと、厳しい試合になるでしょう。クールボーイのニックネームを持つフルトンが序盤、懐の深さを生かし、しっかり距離をキープしてジャブでポイントを獲得するようだと怖い。フルトンの思い描くモンスター攻略のシナリオは俄然、現実味を帯びてくる。フルトンはポイントでリードすると、近くで打ってくっつく、クリンチをよく使ってきます。そこで井上選手がフルトンの体の強さを感じる可能性がある。バンタム級だとすっと振りほどけていたクリンチが、スーパーバンタム級ではほどけなくなる。井上選手はこれまで執拗にクリンチされたことがほとんどない。だから経験したことのない戦いになる。クリンチの場面が増えるようだと、井上選手も苦しくなるでしょう。井上がジャブの差し合いで後手に回る、あるいはクリンチ地獄にはめられる。いずれも可能性の話であり、長谷川さんは、そうなる前に終わる可能性の方が高い、と見ているが、何しろ井上はスーパーバンタム級初戦なのだ。未知の世界に何が待っているのかは、誰もわからない。井上選手はスパーリングでフェザー級の世界ランカーなんかともバリバリやっています。そう考えると1階級上げるくらいはどうということはない。フルトンはフェザー級に上げようかというくらいの体格ですけど、それでも問題はないと思う。ただ、耐久力という点では、スーパーバンタム級の選手は普通に考えればバンタム級の選手よりも強い。そこがどうなるかですね。長谷川さんは、バンタム級の井上選手はあまりにも強すぎた、と表現した。バンタム級の選手は誰もが井上の攻撃力になす術がなかった。では、スーパーバンタム級の選手ならどうか。もし井上の攻撃にある程度耐えることができるなら、状況は変わってくる。スーパーバンタム級なら、あの井上選手のパンチにもう少し耐えられる選手が出てくるかもしれない。今までだとあまりに井上選手が強いので、あっという間に終わるか、相手の心が折れるか、防戦一方になるか、という試合がどうしても多かった。
僕はもっと井上選手のボクシングが見たいんですよ。耐久力のあるスーパーバンタムの選手が相手だったら、今までとは違う試合が見られるかもしれない。そう思うんです。井上が階級の壁を突破してフルトンを下せば、4団体統一に向かっていくことだろう。ただし、バンタム級までのように、爆発的で圧倒的な結末になるとは限らないのではないか。これまでの井上はその実力を十分に発揮しなくとも、試合を終えることが多かった。しかしこれからは、今まで見ることのできなかった井上のボクシングの奥深いところを見ることができるかもしれない。長谷川さんはそこに期待している。まずはフルトン戦である。確かな技術を持ち、試合巧者でもあるフルトンを相手に井上がどのような戦いを見せるのか。井上本人も、私たちも今までにない緊張感を持って試合開始のゴングを聞くことになるだろう。より小さい前編から続くより大きい。